CGS をご覧の皆様、こんにちは。神谷宗平です。本日も古谷恒平の第4会議室、古谷さんと共にお送りしていきたいと思います。古谷さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。します。はい、今日がですね、8月の27日なんですけど、はい、放送日ちょうど今日の、はい、日程で本が発売されるということで、はいはい、で新刊の紹介を。そうですね。はい、じゃあ、ちょっとこれ、ちょっとすみません、PDF から印刷したんですけど、物はまだ手元にない。申し訳ないですけど、はい、ちょっともね。収録日と週放送日が違うので、はい、これは無関心というタイトルで、実はこれは CGS で昔やりましたよね、はい、無関心のすすめかな、それでやって、はい、でこの無関心ということについて、これちょっと今最新号のウィルなんですけど、はい、ね、2014年のこれ9月号なんですけど、僕は3月号で確か、はい、その無関心についてウィルさんで書いたんですよね、うん、ありましたね、僕読みましたね、 ありがとうございます、はい、あれがまあ非常に書き下ろしで拡大したのが、まあ、この本だと、はい、まあ、同じワックさんから出るので、うん、まあ、今日はですね、まあ、このご本のご紹介も兼ねてちょっとやりたいなと思っておりまして、はい、まあ、ちょっとまあ、読んでいただいたら大体概要はわかると思うんですけど、はい、まあ主に3つあります、はい、1つは、韓国はまあ小さい国であると、小国だと、はい、いうことですね、それが事実です、はい、で2つ目はその小国の韓国にちょっと構えすぎじゃないって、うん、まあ、好きも嫌いも含めて、まあ、主に嫌いが多いですけど、はい、構えすぎだよね、はい、でそれが2つ目です、うん、で3つ目は韓国嫌いはいいんだけど、うん、中国の方がやばくないって実際の問題として、はい、でこの3つからまあ構成されて、うん、それぞれ、まあ、ちなみに僕の書いてる本全部書き下ろしなんで、はい、ウィルの論考とは被ってないので、はい、まあ、かなり軍事の部分とかも含めて、うん、詳細に詰めて書いた本なので、はい、ぜひ読んでいただきたいなと思います、うん、こちらですね、はい、まあ、帯がないちょっとないんで帯がまたついてます、うん、はい、ですけど、まあまあ、ぶっちゃけそのまあ1番2番はまあ昔の CGS のちょっといつでしたっけね、2月とかですかね、はい、1回お話しいただきましたね、はい、そのテーマでその時にもまあ被ることなんであえて言うまでもないんですけれども、うん、まあ3番目の中国の方がやばいよねっていうことをちょっと僕は今日強調したいのですが、はい、韓国嫌いなのすごい分かるんですよ、うん、僕も国としてはちょっとおかしいと思う、今はね、うん、ちょっとまあいっちゃってるというかね、はい、ネジ飛んでるよねみたいな部分があるじゃないですか、はい、まあ、損得を考えられないので、はい、でそういう意味では、まあ、僕も一応喧嘩っちゃ喧嘩なんですけど、うん、まあ、そのぶっちゃけ、まあ、この本のテーマでもあるんですが、まあ、好きな反対っていうのは嫌いじゃなくて無関心なんだよっていう話ですよね、うん、はい、で本当に嫌いな人とか本当にどうでもいいんだったら、どん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 人間の心の中からやっぱりその人の影響というかイメージが消えていくと思うんですよ、はい、そうですよね、だって別れた彼女、ひどい別れ方をした彼女、最初はすげえ嫌いじゃないですか、うん、でも新しい女とかできてどん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 どうでもよくなってくるじゃないですか、はい、でそんなの、あいたっけって、あーはーはーいたっけってで、その時の嫌な気分とかも、はい、その時は嫌ですよ、うん、嫌ですけど、まあ5年ぐらい経ったらってくすって、はい、くすくすみたいな、うん、なんで俺こんなことで怒ってたのかなって思うじゃないですか、はいはい、まあ、それと同じでどん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 そのフラットになっていくんですよね、うん、嫌いだって感情で、はい、嫌いだって思ってるうちは好きなんですよ、うん、嫌いだと思ってるうちは未練があるんですよ、うん、で嫌感っていうのも、まあ、それと同じだとは全然言うつもりはないんですけど、はい、まあ、嫌いだって言っときながらなんか韓国構いすぎだよねっていうのがあって、うん、それは理由としてさっき言ったように、まあ、小さい国ですよね、はい、日本を侵略する力もないし、はい、だから日本経済にすごい大きなインパクトを与える消費者層がいるわけでもないし、うん、まあ別に向こうがね特許を持ってこっちが買ってるわけで逆ですから、はい、別にこっちが売ってるわけなんで別にいいし、うん、はい、なんかそういう経済にしろ政治にしろあと文化、はい、韓流なんとか K-POP とか、うん、まあ多少ねちょっとありましたけど、うん、まあそれがなんか世界市場を席巻してるんですかと、はい、席巻してないですし、うん、はい、でよくね無関心でそんな韓国無視すればいいじゃんって、まあ極論言ったらそういう話なんですけど、それ言うとなんか韓国の慰安婦とか東海日本海故障問題とか、はい、まあ、あとねアメリカのペンシルベニアとかニュージャージーでやってるじゃないですか、であれほっといていいんですか、はい、でほっといちゃダメなんですけど、うん、そのじゃあそれがなんか日本人のイメージとか、まあ、既存してるっていうじゃないですか、でその点については僕はね不同意なんですよ、はい、で韓国が本当に発言力があって日本のこの悪いイメージを世界に拡散して
って、それがあの日本のことあんまり知らない人が日本ってこんなひどい国だって思っちゃって、はい、イメージが悪くなってるんだったら、うん、なんで毎年毎年日本の国際的な評価の調査とかで日本がアジアトップなのかが分かんない、はい、ドイツの次ぐらいにいいじゃないですか、うん、で BBC の調査とかで、はい、何よりも証明してるのはあの訪日外国人数ですね、はい、で過去最高なんですよ、うん、あの地震の時ちょっとあれですけど、はい、で日本韓国の影響で日本が嫌いになってる人増えるんだったら、うん、あの日本に来る人がいなくなっちゃいますよね、はい、でも要するに韓国の国際的な発言力ってのは、まあ、あまりにも小さすぎて国際世論に対する力を持ってないんですよね、うん、持ってないからこそどんどん日本に訪日外国人が来てると。そうですね。で実は韓国とか中国のランキングが下がってるんですよね、そうですね。それはそうだろうと、はい、悪口言ってね、ちょっと根拠もないのに言ってる人ちょっとおかしいよねっていう話になる、はい、で今回はその韓国よりも中国がやばいよっていう話でですね、うん、まあ、これはあの中国が今非常に軍拡をしてますよね、はい、で中国のあの防衛費っていうのはだいたい13兆円なんですよ、うん、日本円ベースで、うん、はい、ただこれにはあの外国から買う武器の額が入ってないんですよね。あ、そうなんですか、はい、だから公表軍事費と、はい、実行軍事費が違うんですよ、うん、でどのぐらい違うのかっていうとそれはもう誰にもわからないんですけど、はい、大体3割ぐらいじゃないかって言われてるんですよね。ということは13兆の3割ですから、まあ、16兆ぐらい、うん、16兆が中国の今最新の軍事費なんですよね、うん、これが 10% ずつ増えていくんですよ、はい、でまあ、じゃあ16兆としましょうか。で日本の軍事費って今5兆ですから、はい、5兆ない、うん、まあ、5兆として3倍あるんですよね、うん、はい、軍事費だけの問題じゃないですよ。だけどじゃあ実際どうなのかっていうと、まあ陸軍直接戦わないから陸は置いておいて、海については、非常にこの中国の国産空母を今4隻建造中ということがありますし、はい、うん、あとあの新旧原子力潜水艦ですね、はい、あの非常に音が静かな、まあ、太平洋まで出てきて、はい、太平洋から核ミサイルを撃つようなタイプの、うん、潜水艦が最新で出てきたと、はい、あと、防空巡洋艦ですとあのソブレメンヌイ級ですね、それが、まあ、20隻持つという計画があるらしいと、はい、うん、で非常に今は日本の方が海は優位ですが非常に今厳しい状況になっていると。もう5年経ったらわからないですよね、うん、であと空はあの第4世代戦闘機っていう最新、まあ準最新の、はい、まあ、戦闘機が、中国が今日本の3倍あるんですよね。ああ日本が今200、300機弱ぐらいで中国が700から900ぐらいあると、うん、それもわからないんですよ、はい、公表してないんで、うん、推測、アメリカの推測では3倍ぐらいだ。それをどん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 近代回収していってるので、まあ、5年後10年後はひょっとしたら5倍とか10倍になってしまうと、はい、これで果たして日本が対抗できるのか、うん、でもちろん核持ってるし、あとですね今中国は無人機の UAV ですね、無人攻撃機とか無人偵察機の開発を進めておりまして、はい、それも今現代戦の主力になってるので、うん、自衛隊まだ導入していないです、はい、あ、まあ、来年グローバルホーク導入するらしいんですけど、この無人機っていうものが今主流になりつつある中で中国もそれを開発、まあ、性能はちょっとわからないですよ、わからないですけど開発してるということで、まあ、韓国はこんなことやってないですからね、はい、韓国ってそのやる経済力がないですから、うん、国力もないし、はい、だから韓国喧嘩わかるんですけど反中は俺わかるんですよ、うん、だって怖いから、はい、でもうそろそろ喧嘩より反中をもっと強めた方がいいんじゃないっていうのが僕の提言なんですね、うん、なるほど。いやで私もブログなんかに韓国の話題書いてて、はい、もうみんなほっとこうよっていう言論が昔は起こってたんですけど、うん、もうほっとこうよっていう言論が多くて、で僕もそう思ってたんですけど最近は、うん、でも待てよと、ほっといてそこに中国とかの軍艦とか持ってこられたら面倒だよねと、うん、だから昔の人も生還論とか議論してたのかというのが最近分かってきて、うん、いや当時の人だって議論があるわけじゃないですか、うん、そうです、当然ね、行くべきじゃないって人と、はい、いやこれ押さえとかに大変なことになると、はいはい、だからあ歴史は繰り返してんだなと、あ、なるほど、ね、改めて、うん、もうだから無関心の次は、うん、なんかやばいぞ韓国みたいな、あ、なるほど、うん、あ、じゅんぐり来てるってじゅんぐり来てて、うん、本当にもう韓国が自立国家じゃなくなってしまうのが、うん、日本にとっては非常に危機になると、あ、なるほど、それは結構ずっと言われ、まあ、はい、本当明治もうひょっとしたら幕末ぐらいから考えられてたことですよね、はい、ただ今の戦争っていうのはそのいわゆる地上軍が直接ねこうなんかミサイルでっていう話じゃなくて、うん、もうほとんど無人機とか、はい、そういう電子戦とかあるいは宇宙のサイバー、うん、宇宙とか電あのサイバー戦になってるので、はい、韓国がまあ中国に属国になろうとなる前と、うん、あんまりこの実際の脅威としては昔ほど僕はないと思うんですよ、うん、そうですね、おっしゃる通り、あのその韓国を確保しとかんと日本がやばくなるっていうのは、うん、そのあの近代戦の話じゃないですか、はい、実際そこを確保しとかんと、はい、なんか砲撃されるとかね、そうですね、でも今はもう
エアパワーとあとその宇宙、うん、それから無人ロボット電子船っていうので、うん、あんま距離がフラットになっちゃってるんで、ね、韓国別にいいんじゃねって中国欲しいんだったらあどうぞっていう感じでもあるんですよね。なるほど。中国の方がちょっとやばくねっていう気がするんで、うん、中国に対するその備えっていうのがまだまだ自衛隊はまあもちろん憲法上の制約とかまあ僕は本当はないと思ってるんですけど、あのまだちょっと遠慮がねだいぶなくなってきましたけど、ある部分があって、ようやく今オスプレイの導入を始めまして、あの MV22 ですよね。あれは多分おそらく日向とか伊勢とか出雲にも積むんでしょうけどね、将来的なそれを積んでほしいんですが、あのそういうことをちょっと考えていく。でオスプレイがまあ危険だとか言う人いますけれども、あのはっきり言ってマレーシア航空の方が危険だと思います、ね、同じ、皮肉な意見です、よほど事故率が高いですしね、はい、うん、あのマレーシア航空ってあのドネツクの上を飛んでましたよね、はい、それ避難された後にあの今度シリアの上飛んでまた避難されてますから、うん、まあ、ちょっと安全観念ないんじゃないかなって僕は絶対乗りたくないですけどぶっちゃけ俺がなんか空港の近くに住んでて、はい、MV22 とがそこで来るっていうのと、はい、マレーシア航空が定期便やります、うん、あるいは中華航空でもいいですけど、はい、やりますって言って絶対後者を反対運動します、うん、怖いですもん。だから中華航空とか名古屋空港で大事故起こしてるじゃないですか、はい、90年代に、うん、あれとか一歩間違ったら全部火の海なんで、住宅が、はい、MV22 はそこまでやりませんし、うん、まあヘリですからね、離着陸機なんで VS トールなんで、そういう意味ではまあ、MV22 を積極的にそのあのヘリ空母の中に積んでいって中国に対抗するっていうのがまあ今あの最善の策なんで、うん、うん、あんまりこうなんかオスプレイオスプレイっていう人いるじゃないですか、はい、うん、なんでマレーシア航空とかね中華航空とか、うん、はっきり言って自己フラッグの率ってオッズで出てるじゃないですか、はいはい、一番上なのがなんかパキスタン航空と か、はい、なんかそういうまあ途上国の航空なんですけど、うん、そっちの乗り入れとかに反対した方がいいんじゃないのっておっしゃる通り俺思うんですよ、うん、普通に、はい、っていう話なんですけど ね、はい、ちょっとまあぜひそれ以外にも本当につつうらうら、うん、十何万文字で書いてますので、はい、読み方になるだからあれですね、韓国のことだけじゃなくて最後は中国の中国そういう脅威の話、実際的な軍事の話ですね、はい、うん、はい、ですね、そうですね、もうちょっと韓国っていうところが卒業して次のステージ考えるためですね、だから喧嘩に変わる新たなイノベーションつってんですよ、はい、21世紀型の喧嘩に変わる新たなイノベーションは無関心だと言ってるわけですね、はい、はい、ぜひ買っていただきたい、はい、ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。